手筋とは、囲碁用語の一つで、通常より大きな効果を上げることのできる、着手のことである。多くの場合、平凡な発想では達し得ない、やや意外性を含んだ効果的な手を指すことが多い。単に、筋と呼ぶこともある。将棋や、チェスなどにおいても、同様の意味で使われる。正しい手筋を身につけることは、囲碁上達の大きな要定である。 このため様々なレベルの手筋だけを反復練習する本が多数出版されている。手筋には、相手の石を取る手、自分の石が生きる手、連絡を図る手、攻め合いに勝つ手、形を整える手、相手の地を削減する手、先手を取る手などが含まれる。これらはつけ、挟みつけ、飛びつけ、鼻付け、付け越し、置き、割り込み、切り、羽と押さえ、コスミ。 コスミツケ、サガリ、ゲタ、主張、渡り、ステイシ、目をかく、当て込み、追い落とし、ダメズまり、絞り、押しつぶし、飛びなどの形で現れる。手筋ではない筋の悪い手を、俗筋、芋筋という。また一見手筋風の手、本物の手筋の一の違いだが効果がない手を、筋違い、遺菌などと称することがある。なお、与田ノリモトは、手筋を、 より合理的に定義できる筋上理論を提唱している。相手の石を取る手筋の例として、鶴の巣ごもりと呼ばれる手がある。図のように、白と飛び出して三子を逃げ出そうとした場合である。これに対し、飛んだ石の間の黒1へ割り込むのが手筋である。白二と逃げようとしてきたら、黒は A につがず、黒3に切る。1子のあたりに構わず切る。 発想の飛躍が手筋たるゆえんである。白は白1と1死を取りつつ逃げるしかないが、ここで黒2と当てれば全体が追い落としとなり、白は脱出できない。ありがとうございます。